はい、SN リノヒエンです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ、皆さん、自己紹介お願いします。はじめまして。私の名前はメリモです。カンプチから来ました。家族は6人です。私は3番目です。今年は25歳です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いつ日本に来ましたか？2020年じゃあ3年日本に、今は4年くらい。に来ました。今4年ですね。はい。今までどんな仕事をしましたか？詳細は仕事です。惣菜の仕事ね。はい。どんなものを作ってましたか？牛肉とかやりました。牛肉を何をしますか？ビッグショットアップアープンセイ。牛肉何をしますか？わからない。わかんないです。わかんないですね。はい。技能実習生の時、どんな仕事をしましたか？ホテルです。ホテルでどんな仕事をやりましたか？部屋掃除です。部屋掃除ですね。今、どこにいますか？今は横浜いるです。横浜ですね。横浜、今、惣菜の牛肉をやっていますね。今仕事終わったです。終わった？何はで終わい。りましたか？いつ辞めましたか？5ヶ月30日です。5 月30日ですね。はなんい。で辞めましたか？なんか辛いことあった？日本製、旅行中に言えんじゃないけ。ちょっと推測していいですか。ね。その時は、飲食料品製造の試験に不合格になりましたので、前の会社で飲食料品製造の、会社だったね。ビザで申請できないですね。それ特で、定活動1年間で5月30日まで終わりました。特定活動ですね。はい。そうなんだ。ビザいつまでありますか？ビザは6ヶ月30日です。6 月30日終わります。23日。今月？はい。じゃあ、食品製造の資格、不合格になったね。本当は食品製造の仕事をしたかったけど、不合格になったから、今、ビールクリーニングしようと戻りたい。で、はい、そうです。そうなんですね。日本に3年間住んでて、一番大変なことは何ですか？一番大変だったことは何ですか？一番大変。一番やっぱり辛いなと思って、何でもいいよ。日本語で話してください。日本語わかんないときはわかりませんって言ってね。いきなりカンボジア話しても私が困ります。わからないときはわかりませんって言えば、あと、頑張って、簡単な日本語でも使えば。はい。して。日本語わからないです。わかんない。はい。大変な日本語わかりました？一番大変だったこと。例えば、仕事でも生活の中でも一番大変だったこと。一番大変。日本に来て、やっぱりこれは慣れません。これはダメですって自分で思ってることは何ですか？日本、楽しかった？わかんないです。
日本楽しくなかった？楽しかったですはか？い、楽しい。嬉しいですね。日本でどんなことを勉強できましたか？はい。日本3年間いてどんなことが勉強できましたか？わからない？ はい。好きなことは何ですか？はい、もう一回お願いします。好きなことは何ですか？趣味は何ですか？夢。趣味、好きなこと。好き嫌いありますか？ああ。ああ。買い物する。買い物する。はい。友達いますか？今いないです。今いない。日本一人？はい。はい。今どこにいますか？友達のうち？友達は今、福岡いるです。今誰のうちいますか？部屋の友達です。友達の部屋ね。はい。日本に何年いたいですか？5年くらい。5年ぐらい。3年はい。間帰ったことありますか？まだです。なら、いつ帰り、遊びだけいつ帰りたいですか？12ヶ月。 12 月？ 12 は月。いどのぐはい。らい帰りたいですか？どのぐらい帰りたいですか？どんなくらい？ 1 ヶ月ぐらい？ 2 週間？ 3 週間？日時間。1 週間ぐらいね。例えはい。ば、12月会社が忙しかったら、じゃあ他はい。の、例えば1月とか2は月、い。3月帰ってくださいって言われたら、それでもいいですか？はい、いいだよ。わかりました。はい。なんとなくわかりました。また連絡します。ありがとうございました。ありがとうございました。